なです。今日は、はい、その雑誌の撮影だったと思うんですけど、はい、衣装があるじゃないですか。はいはい、私服気抜いてないかなと思って。おお、ギリギリセーフかも。私服チェックしに来ました。なるほど。気分的にこれを着たくて、韓国の通販なのかな、なんかサイダーっていう通販があって、すごいめっちゃなんかほんとシーンみたいな感じでめっちゃ種類が多いんですけど、そこで去年かな購入しました。このメガネはシーン、シーンなんだ。シーンなんですよ。かわいい。結構みんなにどこのですかって聞かれたんですけど、シーンで、バッグは今日あのプラダのいつも使ってるバッグで、靴がメイド・ザ・レディのブーツになってます。これは普通に iPhone ケースです。でもアクセっぽくなってますね。そう、なんかネックレス私あんまつけないから、まあ、これがあったらネックレス代わりになるし、携帯もなくさないので、はい、一石二鳥ですね。はい、そんな感じです。ちなみにネイルも抜き打ちで、やばい折れちゃってる。こんな感じです。今あ、ペナちゃんっぽい。そう、結構シンプルだけど可愛い。以上、ペナの私服紹介でした。ネギです。お疲れ様です。お疲れ様です。抜き打ち私服チェックです。え、大丈夫、気抜いてない？え、全然気抜いてない。いつもの いつもの感じで来ました、うん。なんかあんま私でも外出るときにこう撮影の時とか、うん、あのダルギで行くことは絶対にないので、衣装があっても、そう、衣装があっても絶対ない。じゃあ上から順番に紹介を、はい、これはミルキーウェイっていうインスタのセレクトショップ、最近よくタグ付けしてるんですけど、そこのブランドで、でこれ下はシーンかな。うーん、かわいい。痩せてもうブッカブカなのもらおっかな笑おっかな。痩せて最近ちょっとダイエット頑張って、うん、めっちゃブカブカになってて、びっくりした。嬉しいですね。で、靴はプラダ。かわいい。これお気に入りです。で、まあ一応寒いのでアウターも一応あるんですけど、うん、着てないかな、ほぼほぼ。かわいい。ザラです。ザラいい、やっぱりかわいい。セットアップに見える。そう、セットアップ風の、うん、で、バッグはシャネルです。ちょっと黒とグレーで、かわいい。で、黄色で差し色します。ちなみにネイルは気抜いてないですか？ちゃんとしてます。さすがです。かわいい。タイ行ってたので夏ネイルなんですけど、うん、確かにちょっと短めかも。はい、以上ネギでした。バイバイ。私がティナです。お疲れ様です。お疲れ様です。遅い時間まで。いえいえ、お疲れ様です今日雑誌撮影だから、はい、衣装があるじゃないですか。はい。で、私服気抜いてないかなってことで。え、待って、本当に気抜いてるんですけど。抜き打ち私服チェックです。やばい。プラダのジャケットにこの黒のニットが、どこだっけな、ちょっと忘れちゃって、でもルミネで買いました。で、プリミリアリーズといつもの、うん、バッグがもプラダです。このまま出勤なんで。かわいい、珍しいですね。そうですね、出勤の時はいつも明るめのバッグですね。ちなみにネイルも抜き打ちで見せてもらってもいいですか？あの、ちなみに、はい、明日はネイル、はい、タイミング悪いですね。ネイルのタイミングがいつも伸びてるんですけど、はい、こんな感じ。あ、ベイビーブーマーみたいなやつですね。あ、そうです、そうです、かわいい。最近もずっとこれで、もうシンプルが好きで最近は。はい、以上私の抜き打ち私服ネイルチェックでした。バイバイ。ミミです。ジェムです。私服気抜いたりしてないかなっていう抜き打ち私服チェックです。はい、まあまあ今日は全然は。このワンピースとこのヒールは一緒のとこで買って、ほんまになんか、なんていうか、ショップ、ほんまにいつもわかんないショップ。あ、あのセレクトショップ。最近そのインスタのストーリーとか見とったら、たまになんか広告流れるじゃないですか。それを気になってパッと見ていいのあったら買うんですよ。常に自分が楽な格好でいけるかみたいなとかが多いんで、ワンピースとかも多いかもしれないですね。
なみにネイルも抜き打ちしたくて。ああよかった。この前ネイルをず描いたばっかりで。可愛 い。めっちゃ可愛 い。よかった。ほんまに。ちょうどほんまに2日前ぐらいに買いました。これがあのグラムリップス。うん。多分グラムリップス。めっちゃ可愛い。また靴はもう全然なんかサンダルみたいな。可愛い。でも同じ大阪のオーパ。大阪オーパのなんか何屋さんが大阪で買いました。じゃあネイルもチェックさせてください。なんかでも秋ネイルみたいな。ちょっと見た瞬間可愛い。うん、うん、確かに秋めっちゃ秋っぽい。以上私たちのシーユーカンドネイルの抜き打ちチェックでした。お疲れ様です。お疲れ様です。あお疲れ様。ストップストップ。あの今日雑誌撮影だったじゃないですか。はい、主役気抜いてないかなと思ってちょっと突撃で来ました。なるほど。はい、はい、オールインワン。オールインワン。つなぎのプラグです。カバンはあのエルメスのバーキンでございます。はい、なんか色がなんかに青グレー、そうブルーグレーみたいな感じで、うん、今日のなんかコーディネートめっちゃ合ってますね。はい、いいかなと思います。じゃあ全然気を抜いてなかったということで、はい、ちなみにネイルとかは、ネイルはもうこういうガラスフレンチ。綺麗、可愛い、大人っぽい。キラキラのはい、お疲れ様でした。パクちゃん、お疲れ様でした。あの今日雑誌撮影じゃないですか。で、まあ、衣装があるから私服気抜いてたりしないかなっていう私服チェックです。急にね。はい。でも全然1ミリも気抜いてないですね。可愛い。なんかヌグっていう韓国通販のサイトのやつがあのルミネストに出店したんでそこで買いました。バッグがバレンシアガのなんかロカゴールみたいな種類の、これが可愛いです。このブラブラ可愛いですよ ね。それこのロックな感じだけど白なのが可愛い。うん、あとハート、ね、ハートの可愛いよね。可愛い。はい、この上のなんか半袖のジャケットみたいなのがディーホリック。この下のスカートもディーホリック、別売りですけどディーホリックで、中がシーンのキャビです。これめっちゃ1000円ぐらいのやつ。多分靴下もシーンで、うーんめっちゃシーンを。靴はダイアナ。あー可愛いところですね、はい、そうそうそう、はい、アクセサリーとかは。アクセサリーはこれティファニーとカルティエ、カルティエ、これはバンクリー、うんうん、いいやつばっかり、いいやつ、いいやつばっかりついてる。そう、撮影だからちゃんとつけてきました。ネイルもチェックさせてください。はい、ネイルこれです。自分でやってますか？そう、これ自分で最近やってて、めっちゃ上手。そう、これはちょっと桜というか桜吹雪みたいな感じをイメージしました。めっちゃ綺麗。嬉しい。はい、以上抜き打ち私服とネイルチェックでした。バイバイ。メリンです。今日雑誌の撮影だったじゃないですか。はい。で衣装あるから私服気抜いたりしてないかなと思って。うわやばい。抜き打ち私服チェックです。いきなりですか？いきなりです。このパールのジャケットはロイヤルパーティーで買いました。めっちゃ可愛い。それ可愛いですよね。めっちゃいい。春っぽくて、うん、ワンピースはシーンで買いました。シーンなんだこれ。シーンなんですよ。でも確かに珍しい柄とかなんか色味とかが、色味が結構春っぽくて、うん、普通はダイアナで買いました。可愛いところですね。ついでにというか、はい、ネイルもネイル抜き打ちで抜き打ちネイルこんな感じです。
でもめっちゃ、これ買いたてじゃないですか。そうなんですよ、買いたてなんですけど。かわいい。ピンクっぽい感じで、ちょっとパールっぽいの大きめにしてもらいました。うんうん、かわいい。今日の服にめっちゃ合ってる。本当ですか。はい、以上私の抜き打ち私服ネイルチェックでした。バイバーイ。お疲れ様です。今日は雑誌撮影だったんで、はい、私服着ないんじゃないかなっていう抜き打ち私服チェックです。はい全然気抜いてないというか、可愛いですね、めっちゃ。この上の白のトップスが C、うんうん、で、これが結構前に、だいぶ前に買ったやつなんですけど、確かノリしか懐かしい可愛い。で、これがゼイラのジャケット、うんうん、結構前のやつなんですけど、エモだね。かわいい、めちゃめちゃ。今年が最後かなって感じですバックは、あ、バックはこれです。大人っぽい、ちょっとギャルめな格好ですねネイルも抜き打ちで、白フレンチかわいい。白フレンチ、セルフです。あ、そっか、はい、すごい。これもセルフネイル、めっちゃ上手。じゃあ抜き打ちでしたけど、はい、全然完璧でした。じゃあもう雑誌撮影は終わり？今日は終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございます。マリンです。お疲れ様でした。今日雑誌撮影だったと思うんですけど、はい、私服気に抜いてないかなって思って抜き打ち私服チェックです。来るじゃん急に抜き打ちです。撮影の時って結構なんだろう、別に衣装あるしとか思って、うん、気抜いてますか。適当なんかいつものマリンさんっぽくない格好ですよね今日はでもなんかあったかかったし、うん、このジャケット着たくて、ちょっと考えました。このジャケットが、エゴイストさんのジャケットです。上のトップスが、スパイラルガールのかな、うんうん、なんかあの手ついてるやつ、はい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 、なんですけど、ちょっと今日はなしで、パンツでですね、です。下が、グレイルです。うーん、これよく履きます、楽なんで今日楽な格好ってことですね。靴は、なんだっけ、ダーリッチ。こんな厚底あるんですね。そうなんですよ、これマジでめっちゃすごい。今年冬ずっと履いてました。これ僕はこれはシーンです。かわいい、デニムめっちゃかわいい。そう、デニム好きだし、なんか私ブルベだからシルバーの、ここなんかゴールド多いじゃないですか。確かにシルバーのかわいいと思って欲しい。あと今日メイク道具結構いっぱい持ってきて、なので荷物がいっぱい入るバッグにしました。ちなみにネイルも、ネイル、はい、抜き打ちでネイルちょっとここハート取れてるんですけど、あー抜き打ち、あーやばい、ね、抜き打ちっぽいわ。かわいい、マリンさんっぽい。そう、あの珍しくピンク、ピンクですね、確かに。はい、以上抜き打ち私服チェックでした。はい、バーレスク東京のノアです。お疲れ様です。お疲れ様までお疲れ様でした。今日雑誌撮影だったじゃないですか。はい、で衣装あるから私服気抜いたりしてないかなと思って、あ、マジ私服チェックに来ました。え、どうなんだろう、これ気抜いても、え、かわいい、今日めっちゃ好きな感じです。でもセットアップってなんか結構なんかめんどくさい時に行きません？確かに言ったら気抜いてる、気抜いてるみたいな、気抜いてるっちゃ抜いてるかも。上と下がセットアップでスパイラルガールで、去年買ったやつなんですよ。去年の秋冬のセットアップを
ちょっと春に持ってきちゃいました。かわいい。かわいいですよね。あのなんか今ちょっと色が暗くて見えづらいんですけど、カーキですよね。カーキですね。そう。かわいい。かわいいですよね。カーキかわいい。めっちゃかわいいですよね。で、ここの下のトップスが、タイに行った時に友達が、お土産買ってきてくれたやつなんですけど、ちょっと値段がわかんないです。うんうん。で、下のブーツがこれもスパイラルガールで買いましたね。スパイラルガールコーデ。結構、あ、そうだ、ね、スパイラルガールコーデです。今日バッグは、バッグは、これ、母親からもらったやつなんで、そうだから結構マジでめっちゃ昔の何十年もの前の、あ、お下がり、お下がりで、そう、素敵。ちなみにネイルも抜き打ちで、ネイルはだから、あ、綺麗ですね。ピンク、ピンク、キラキラして似合わないのにピンクにしちゃった。珍しいですよね。そうだから桜でテンション上がりすぎてやったと思ってピンクにしちゃって、はい、それでは以上、ノアの私服&ネイルチェックでした。ありがとうございます。お疲れ様です。お中です。お疲れ様です。今日雑誌撮影だったじゃないですか。はい。で、まあ、衣装があると思うんですけど、衣装あるね。だから私服気抜いてないかなっていう抜き打ち私服チェックです。抜いてますね。やばい。どこだこれ、なんかゾゾタウンで見つけた、なんかかわいいやつ。かわいい。え、なんだっけこれ。そう、なんかさ、この両サイド開くのさ、かわいいなと思って。だから本当はここさ、お腹の方まで開けてさ、下もちゃんと下も履いてるのが、はいはい、あれなんですけど。下はもう何これ、もうどこの何、どこの何スウェット。あ、ゴムですね。そう、しかもゴム。そう、でもただ靴は大きいです。確かに靴かわいい。見て、オーストラリアで買ったアグちゃんです。あ、サングラスはかわいい。どこのですか。サングラス、これもシンです。300円の緑って結構勇気いるなと思って、ちょっとお安くシンで買いさせて、買わせていただきます。かわいい、めちゃ似合ってます。抜き打ちのネイルも見たいです。そういえばこれ、いや、マジタイミング良かった。これね、一昨日やったばっかなの。かわいい、ミラーネイル。そうそう、2本、2、3本だけミラーにして。かわいい。え、マジで良かった。この前まで普通に2本ぐらい折れてて超お気に入り。はい、以上、まゆきちでした。この動画を見てくれたあなた、チャンネル登録してますか。ボタン押してください。コメントもお待ちしてます。ボタンです。